えー、即家塾の久保です。プリンシーデジャートという会社がスタートして、私もここに、えー、ちょっとね、ビジネスで関わることになります。NFT ってものがどんなものかご存じない方は、ぜひプリンシーデジャートっていうね、そういった会社が NFT の第一人者としての企業になる可能性があることをね、ちょっとこう、ここで伝えさせていただきます。また、NFT がどんなものか知らない方がいらっしゃったら、ちょっとね、動画概要欄の 音声画像を見ててもらいたいたと思うんですよ、えー、野球の新庄監督が出ておりますね、えー、実は NFT はこういうものですっていうのが、まあなんとなく感じていただけるんじゃないかなと思います。今年の3月22日にメタオールスターというところがね、イベントがありましたけども、新庄ビッグボスがカメラマンが撮影した写真を NFT にて1000万円の価格で販売するようです。新庄 監督の写真が NFT 付きでで1000万ですよ。皆さん、どういう風にお感じになります ?NFT のバカでかい金額のこと、ちょっとね、フィレフシしていただきたいと思いますが、新庄監督よりも有名な方って誰か思いつきますかマイケル・ジャクソンは新庄監督よりも有名ですかねどうですかねマイケル・ジャクソンの NFT アート、私は購入することができます。1000万ではありません。もっと安いです。1万分の1ぐらいですね。 つまり、その価格で入手することができれば、市場価値はどのくらいに広がるのかってことを想像するとワクワクするなっていうところです。まあ私から見ると、暗号通貨でいろいろ頭を悩ませるよりは、今回の NFT 事業の方が随分と可能性があるんじゃないかなと思います。まあというのが、暗号通貨ってもう値段が、本当にね、ビッグ、ビットコインか、ビットコインが5万10万の時って過ぎ去ったじゃないですか。で、今は300万前後でしょでも今 NFT につきましては、入手金額が あの時のビットコイン、5万、10万、いや、持ってたら1万、2万、みたいなところで、安値で買える可能性があるかなっていうところなんですよ。ただ、今、安値って言いましたけども、NFT の価格がね、マーケットでどのぐらいの金額つくか私も想像がつきません。ですんで、安値なのか、それとも高値掴みなのか、それはちょっとね、わかんないんで、安値で買えるというのは言い過ぎだったかもしれないですね。はい。まあ、とにかく動画概要欄からもう一個の動画の方、ご覧ください。